英検11級受けたということで、じゃあ、はい、行きましょう。First of all, people's... やべえな、people's... やばいな、これ。結構な暴論だぜ。勝手にルール作っちゃいけないの。だから似たようなトピックだったんじゃ。間違いは潰してください。同じ間違いを繰り返すから。本体始まりました。もちゅちゃんです。さあ今回ですね、葉月に来ていただきました。さてさて、英検11級受けたということで、はい、 SCBT ですね。はい、はい、SCBT まだまあ結果は分かんないですけど、どうした体感としては。ライティングまあ多分これから見てもらうと思う、点数は分かんないですけど、その他の3つに関してはまあ合格点ぐらいは取れたんじゃないかな。そっか、でも紙じゃないからね、こんなに採点ができない、できないから。合意問題とかいけた？25個あるじゃないですか、うん、5個ぐらいが2分の1まで絞って分かんなくて、まあ、それ以外はまあ分かった。なるほどね。リスニングも聞けた。大問にちょっとなかなか頭入ってこないやつがあったんですけど、うん、まあ全体的に見れば、まあ、鳴らせば取れてるから、あの共通テストの実力で果たしてどんだけ聞けてんだって。でスピーキングやりましたけど、はい、模擬やってできたんですか。そうですね、まあ、ちょっと前日とかもちょっと練習して、うん、沈黙とかなかったです。もうさ、本当に大丈夫だったのか2分ずつぐらいは、まあ、うん、3分はちょっとできないってことがあったんですけど、2分ずつぐらいは答えました。3分言わなきゃダメです。2分言ったらバンと減点だから。合格点取れてれば、だってさ CSE スコア必要なわけじゃん、立教で、はい、合格点取れてればいいんだけど、でももうちょっと頑張ってほしいですけど。でライティング送ってきたの添削して、はい、送り返して、はい、おいおい全然ダメだろうみたいな感じで、はい、まあ、全然、まあ、全然ダメってことでもないけど、書き直しますみたいに言ってて、書き直しは送ってこなかったけどいいのね、それは。いや書き直しもうちょっと時間ちょっと迷惑かなと思って、こっちでも書き直して大丈夫だったんですか。まあまあまああれね、過去問の送ってきたんで、じゃあはい、ましょう。いやちょっと怖いっすね。 I agree with the idea that Japan should make strict immigration laws。 Immigration ですね、うん。I will explain the two main reasons for my argument in terms of crime and language。 このさ、やり方はなんか覚えた感じ。そう、そこと最後のと最初も定型文で、うんうんうん、First of all, people's やべえな、people's people's じゃないですか、うん、どういう意味。人々、人々じゃないですよ、 people's って言ったら民族が複数。そうなんですか。人々って people でしょ。だっていや、ちょ、わかんない。だって many people でしょ。 many people っていうのは、はい、多くの人々。本番つけてないことにね。People who come from other countries are different in morals。 どっちのモラルの方で書いた？大丈夫ね。はい、モラル、倫理。モラル、そっちの方ですよね。道徳の方。式の方は知らないよね、多分。どっちにしろ、はい、モラルの方は知らないですね。知らないです。This means 小文字だし、大文字で書けや。いや、これ多分書いてるじゃないですか。This means that when people in Japan may regard a crime as a legal thing。 やばいな、これ結構な暴論だぜ。え、ダメですか。いや、でも、メイついてるね。知ってるよ、弱めてはいるけど。だって、クライム全体を指してるんだよ、これ。犯罪というものは合法であるってことでしょ。そんなの、やばいでしょ。やば。すべての犯罪が合法なの。思いつかなかったですね。だから、サムとかさ、ついてないの。サムクライムズとかさ。ちょっと限定しないといけない。もう、だから、英検の採点は、ゆるゆるだけど、暴論にも程があるでしょ。Therefore, the government should deal with this word. 何 government ってどこの government なの？なんで複数の？いや、ネットで調べると government って書いてあったんで。どういうこと？なんか、S いるのかどうか調べたんですよ。で、S いるって書いてあったんで。いや、だから何の government？ これ日本の。なんで日本の政府はなんで複数あるの？いや、でも書いてあったんですね。どういうことで、だから。いや、複数いろんなのがあるんだったらいいけど。まあ、与党とか。政府じゃないし、与党と野党は。パーティーズでしょ、あれは。いらないんですか、S。1個しかないんだったらいらない。Japan って書いてるから、あ、じゃあ Japanese government のことなんだなって思うけど、できない、複数。ネットに騙されました。何、ネットにどうやって調べてやったんだよ。Government、S いるかどうかみたいな調べて。つきますみたいな、はい。いや、複数あればつきますよ、それは。複数の政府がいりゃつくでしょ、それは。
Second of all, it is difficult for those who can't speak Japanese to communicate with those who can only speak Japanese. まあ、ただ、まあ、一応、まあね、英検だから関係ないと思うんですけど、cannot って書いてくださいね。ライティングでは、これ、喋り言葉ですからね、宿訳って、はい。で、if foreign workers will continue to increase. やったでしょ、これ間違いだって。本番の前に私が添削したで、これは間違いだってやったでしょ。何を学んだんだ、覚えてない？覚えてないっす。覚えてないっすね。本番前に送られてきて添削して、こういう言い方はできないっすね。increase のスペルも違うし。あ、こっちだと思ったんですよ。このコンティニューがないからダメなのかと思って。違う、書いたじゃん。increase とかっていう場合に人は置けないと主語に。主語は何にしなきゃいけないっすね。あ、そういうことだ。コンティニューがいるよっていう話だと思ったし。違う違う。increase を使うには。なんで increase を使うのに絶対コンティニューがいる。そんなめちゃくちゃなルールないよ。だから勝手にルール作っちゃいけない。はい。だからどうしなきゃいけないんですか。だから直したものは送ってこいって。直したもの送ってこないから。だから、increase の主語に人は置けないですよ。どうするんですか ?there is とか言って。ダメダメ。the number of を入れなきゃいけないって。書いてじゃん、the number of って俺。言われてました。だからね、そうそう。必ず間違いは潰してください。同じ間違いを繰り返すから。the number of foreign workers will continue to increase. the problems with respect to meeting and transaction will occur in the future. もう 100% 起こるって言っちゃってるしさ。で、if 説の中に will は置けないし。で、ああ家庭そうだよ、もしって置けないじゃん、ウィルは。ああ、こんなの基礎中の基礎でしょ。文法書の最初の確かに方に書いてあるでしょ。そうこのここちょっと内容結構怪しいんですよ。その、うろ覚え書いたんで、なん違ってことを祈ります。 The problems with respect to meeting and transaction 何 meeting and transaction って打ち合わせとか取引で問題が起こる。わかるけどさ、トランザクション加算だしね、トランザクションミーティングで will が絶対起こるんですね、はい、よ、まあ、増えれば起こるだろう。なぜなら日本語が喋れないから。まあ、そう、喋れない人と喋れる人、そうですね、がコミュニケーション難しいから。じゃあそれをなんで strict laws とつなげるの。厳しいマイグレーションのだって厳しい法律を作りたいわけでしょ。はい、それとどうつながるのこれが。だ設定しないとこういう問題起こしちゃいます、ね、って書いてないですね、はい、つなげないとトピックを。一番最初のやつもまあもうむちゃくちゃだけどね、犯罪が合法であるとか言っちゃってる時点でむちゃくちゃなんですけど、そういった人たちが入ってくるのを制限しなきゃいけないとかっていうのを書かなきゃいけない。で2個目の方も日本語がある程度できる人たちを入れなきゃいけないとかだったら分かりますよ今、はい、それ書いてないか繋がってない。全体のトピックと繋げるっていうのが大事。書いちゃうとここでも、うん、俺同じこと言って、ここでも同じこと、ここでも同じこと言うみたいな、なんかちょっとおかしいかな。言い方を変えるわけ。同じ言い方でやるからみんな下手なんですね。こういう人たちを制限しなきゃいけないとか、だから例えばそういうことを習ってる人しか入れちゃいけないとか、日本語ある程度喋れる人しか入れてはいけないとかっていうのだったらトピックと繋がりますよ。全く私はそう思わないですからね、勘違いしないですね。こんな意見暴論だと思ってますから思いつかなかったです。日本語喋れない人入るんじゃねえとか私全く思わないし、お前らは犯罪者だから入ってくんじゃねえとか、そういう意見は一切思いませんトピックが難しくて、はいはい、で、according to the reasons stated above, I agree that the government, なんでか、the Japanese government should enforce strict immigration laws ですね。はい。どれぐらい引かれるんですか、ね、いや、俺だったらめっちゃ引くよ。ただ、意見は緩いです。なんでどれぐらいになるかは。前に送られてきたやつ。前の方が書けてました。いや、全然。I agree that Japanese companies should hire more foreign workers のやつですね。まあ、だから似たようなトピックだったんじゃん。いや、こんなに似たようなトピックだったのに書けなかったってどういうことだよ。試験前に添削までして、やったってならなきゃいけないやつじゃん、これ。同じようなトピック来たって思わなきゃいけないのに間違うって。はい。っていう感じでございます。はい。ということで、まあ、ライティングって難しいんですよね。そう簡単にはできるようにはならないので、はいはい、でこれでギャーギャーワーワーね、ひどいって書いてる人たちもどうせ書けません。難しいです。だからそう言って言うんだったら、もうじゃあ、イングリッシュライティングに送ってきてください。そしたら検索しますから。はい、お願いします。という感じでした。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ごちん。怖くなってきました。